日本埼玉県引群滑川町、福田福田は埼玉県引群滑川町の大技。郵便番号は355-0803。滑川町北部に位置し、滑川と中堀川に挟まれた解析国の定地及び丘陵地にあたる。北東で土地を、東で山田、南東で葉を、南で中を、南西でいこ、西で泉、姿。 北西で熊谷市長江川と接する。滑川町内の行政区では第1区と第2区を合わせた地域が大技福田にあたる。東部は国営武蔵川丘領森林公園、西部は高根カントリークラブのそれぞれ一部となる。地内ではかつて自体牧で大谷石に似た荒粒の業界岩が切り出され福田石として販売されていた。この福田石は 三緑色の社長龍門岩失業海岸で引き給料を構成する第三期中心夜の福田草に属する。加工が容易なため石垣の切り石や石灯籠などに用いられたが1971年頃以降は採掘は中止されている。現在採掘場跡は森林霊園の納骨堂として利用されている。周辺は埼玉県内でもため池の多い地域であり、 福田地内にも多くのため池、古障が存在する。また、以下の沼は、国営武蔵川丘を森林公園内に位置する。福田地内の小技は、以下のように分かれる。縄文時代より集落が存在し、縄文中高期、古墳時代前後期の集落跡である、馬場遺跡や古墳前後期の集落跡である、遠征寺、駐在家、古生前、東両表大木、小川谷、 久保大石、古墳後期の大、原、矢崎、クリア、カは古墳軍が見られる。戦国時代にはすでに、比企軍に属し、明王4年正月18日名の新福寺輪口に、笹口新武衆比企軍福田号、別所新福寺輪口旦那同書史郎太郎との傷つが見られ、またご法上氏の所領役長である、小田原州所領役長には、小田原法上氏の家臣であり、 他国州の上田安独裁の所領として、31巻637分道、福田塩川分道とあり、工事元年に,に検知を行ったことがわかる。また、江戸時代に書かれた新編武蔵風土記候によれば、古くから水防省、松山領に属したと言われる。福田村は、徳川栄康が、江戸入府の後は直轄領であったが、 文禄元年より、旗本、堺作右衛門重勝の地業として賜る。以降、大大作右衛門の地業となったが、天保14年に天領となり、翌年の高下元年に一部が川越半領になった。河江元年より全域が川越半領になったが、明治2年には全域が上の前橋半領となった。元六号庁によれば、村高は百二十七国余り。 幕末から明治初期の主な産品は米、大麦、絹、木綿、焚き木。また、この頃の商名として、両表、中郷、湯たにが挙げられる。1889年4月1日町村政志向により、福田村は近隣の山田村、と塩村、泉村、姿村と合併し新たに成立した福田村の大技福田となり、村役場が置かれた。 1954年11月3日には、福田村の宮前村との合併により、め川村の大技に、1984年11月3日には、め川村の調整志向によりめ川町の大技となった。め川の反乱により、1947年のキャサリン台風、1949年のキティ台風、1966年の 台風4号26号の際に被害を受けている。この地に土着した源義方の家臣8人の子孫が13世紀前半の天福年間に義方の礼を祀り、天の福の服と田んぼの田を取って服だと称したと言われる。2017年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。町立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 市内に鉄道は引かれていない。ありがとうございます。